ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は過去最大となった日本の輸出についてお話ししていきたいと思います。昨年の日本経済を振り返った時に最も大きなニュースの一つといえるのは、やはり日本の GDP がドイツに追い抜かれて世界4位に転落したことでしょう。ドルベース換算による影響が大きいとはいえ、必ずしも堅調な経済成長を続けているとは言えないドイツに世界第3位の経済大国の座を明け渡したことは非常に大きな衝撃をもたらしました。しかし、こうした今後の道筋に不安を抱かせるようなニュースもあったものの、個々の分野について見てみると少なからずいい兆候が生まれ始めたのが2023年の日本経済だったということができます。マスメディアで大々的に取り上げられたもので言えば、日経平均株価の記録的な高騰がその筆頭として挙げられます。他方で株価の動きと比べればいささか注目度は低かったものの、もう一つ記録的な結果を収めた分野が存在します。それは今年の1月末に昨年を通したデータが発表された輸出です。財務省が発表した貿易統計速報によれば、2023年の輸出額は約100兆8800億円に上り、比較可能な統計が存在する1979年以降で最大の金額を記録したんです。そこで今回は財務省の発表した統計を参照しながら、昨年の日本の輸出をテーマにお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。昨年の12月29日、大納会を迎えた東京株式市場では、日経平均株価が 33,464 円をつけ、これによって年間での上げ幅が 7,369 円を記録することになりました。すでに多くの方がご存知だと思いますが、日本の株価は1989年に史上最高値を記録して以降、バブル崩壊を境に急落し、その後はある程度の上下がありながらも、80年代後半の最盛期には届かないという状態が続きました。しかし、そのような状況が第二次安倍政権が誕生すると一変し、コロナショックなどによる一時的な落ち込みこそあったものの、10年以上にわたり基本的には右肩上がりの軌道を描き、昨年はそうした流れの中で日本株に海外投資家の注目が集まったことなどもあって、株式市場が終始活況を呈することになりました。年間を通した株価が上昇を記録したのは2年ぶりで、7,369円の上げ幅は1989年に次ぐ額、そして年末の終値の 33,464 円も同年に次ぐ史上2番目の高値でした。昨年はポストコロナにおける景気回復が芳しくないこともあり、日本経済全般に関してあまり発展的な動きが見られなかったという印象がありますが、その中で株式市場に関しては史上稀に見るほどの過熱ぶりを示したわけです。そしてこうした株価の動きに加えて、もう一つ、全体として停滞の続く日本経済に一筋の光をもたらしたのが貿易でした。日本の貿易は過去10年に限ってみると、2014年に10兆円を超える赤字を記録して以来、2016年に約4兆円の黒字を記録した以外はどちらかといえば低調な推移をたどってきており、2022年にはそこに加えてエネルギー価格の高騰が直撃したことで輸入額が激増し、史上最大の貿易赤字を計上することになりました。つまり2023年の日本の貿易は史上最大の逆風の中でスタートを切ることになったわけです。また昨年の8月には中国が日本産水産物の全面的な輸入停止を決定し、日本は農林水産物の最大の輸出国を失うことになりました。ところがこのような逆境にもかかわらず、昨年の日本の貿易はむしろ前年からの大幅な好転を図ることに成功したんです。まずもって特筆すべきは昨年の貿易統計における赤字の規模です。2022年の貿易収支は19兆9700億円の赤字でしたが、2023年はこれが一挙に約9兆2900億円にまで縮小したんです。19兆円から9兆円ですから、その縮小率は 54% に達します。また日本の貿易赤字が10兆円を下回るのは2012年以来のこととなります。昨年は2022年からさらに円安が進み、エネルギーの円建て輸入額が
高騰することになった一方で、それを上回る規模で石油などの資源価格が急落し、その上に主要エネルギーの輸入量自体が減少したことで、前年に史上最大の貿易赤字を記録する原因となった条件が大幅に緩和され、一挙に赤字の規模が半減することになりました。ただ、昨年の日本の貿易における最大の出来事は、実はこの点ではありません。貿易赤字が半減したことは、もちろん多くの個別企業にとっても、あるいは日本経済全体にとっても望ましいことなのですが、昨年は輸出の動きがこれをも上回るほど目覚ましい成果を収めることに成功したんです。先ほど紹介した貿易赤字の出典元でもある財務省の貿易統計速報によれば、2023年における日本からの輸出の総額は約100兆8800億円であり、前年比では 2.8% 増、そして年間の金額では見事、統計史上最大の数字を記録することになりました。なお、年間の輸出総額が100兆円を超えるのもこの年が初めてで、この点でも昨年の輸出は歴史的快挙とも言える成果を収めることになりました。この日本の輸出の追い風となったものは、もちろん円安ということになります。ドル円の為替レートは2022年に記録的な水準に達し、2023年はそこからさらに10円近く円安に触れ、年間の平均でも140円を超えることになりました。一般的に為替レートが円安に触れると、輸出先の国において日本の輸出商品価格が引き下げられることになり、それによって輸出数量が次第に増加していくことになります。そしてその一方では、海外から日本に物品を輸入する際には、輸入とは逆にその価格が高騰することになり、それによって必然的に輸出数量も減少していくことになります。つまり大まかに言えば、円安は輸出にプラスで輸入にマイナスだということになるわけですが、昨年はその円安が日米の金利差などを主な要因として2022年を超える水準にまで進行したために、日本企業にとってみれば願ってもない輸出環境が生まれることになったわけです。また、昨年の日本の貿易に関する出来事として忘れてはならないのが、8月に EU が行った日本産食品に対する輸入規制の全廃です。 EU は2011年の原発事故を受けて、特定の日本産食品に対する規制値を設けて約13年にわたる輸入制限を行ってきました。しかし、この規制を規制値は常に遵守されており、日本の管理モニタリング制度は有効性を示しているという欧州委員会の評価のもとに撤廃すると決定し、日 EU 首脳協議の開催から1ヶ月と経たない8月3日に実際に全廃したんです。昨年の8月といえば、先ほどお話しした中国による輸入停止措置が行われた時期とほとんど重なります。したがって日本は自ら策略を働かせたわけではないにもかかわらず、中国への輸出を縮小し、 EU への輸出を拡大する道を選択することになったわけですね。これには習近平国家主席も非常に悔しい思いをしたことでしょう。日本としては自ら選び取った方策ではなかったものの、その結果は非常に望ましいものだったということができます。なぜなら、昨年の日本の貿易のうち、中国をはじめとしたアジア各国への輸出額は前年からの減少を記録したものの、 EU 向けの輸出に関しては前年からの 10.9% のプラスとなったんです。また、円安の影響が特に大きかったのがアメリカへの輸出で、こちらは EU を上回る前年比 11% 増、そして輸出額では約20兆2000億円と過去最大を記録し、これによって国別で見た輸出先において同国が4年ぶりに中国を退け、再び首位に立つことになりました。全体の輸出額が統計史上最大の規模に達したことはもちろん、こうして中国への依存度が下がったことも、昨年の日本の貿易に関する望ましいニュースの一つであったと言っていいでしょう。今年に入ってからも中国による輸入規制は撤廃されず、その一方で日本では円安の進行が天井知らずで続くといった様相ですが、果たして2024年の日本の輸出はさらなる拡大を記録することができるのでしょうか。日本の貿易をめぐる動きについては今後も引き続き注目していきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。
ください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。